こんにちは、スレアとエレノベラちゃんです。いつもね、私はさくらがめちゃめちゃ好きで、今日はちょっとさくらをやってみたいなって思いました。ということで、今日は特別な絵を描いてフレームに入れて時計を作っていきたいと思います。まあ、ということで、エンジョイ。綿棒を使ってさくらを作っていきたいと思います。まあ、じゃあこれで完成かな。どうでしょうか、皆さん。ちょっと見づらいんだけど、こんな感じです。夜日ない時に、私もちょっと練習した、うん、作ったのは時計、これです。天才やな。どう、好き？好き。いや、ちょっと持って、うん、いやでもすごいな、メロちゃんはさすがだと思う、やっぱり。まあ、ということで皆さん、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。アディオスアミゴー。